はい、皆さんこんにちは、はずきこえです。こんにちは、たまきです。はい、はずきのショー with tea ということで、今日もよろしくお願いします。はい、今めっちゃ、はい、佳境を迎えておりますけどもね。はい、絶賛、はい、チャネリングメッセージ卸し中ですもんね。卸し中です。でも本当今すごい思いのほか早かったですよね。運命の波に乗る動画セミナーということで、はい、10月の5日からメインは動画になるんですけどね。動画セミナーですから ね来年の波を読むっていうね、はい、でそれに特典として、長岡書店さんが出していただいてる魔法の手帳、今年で12年目かな、うん、はい、になるんですけども、はい、その手帳にまあその方、その方お一人一人のお名前から、まあ、メッセージを、まあ、チャネリングして、まあ、はい、下ろしてきて、葉月光がお名前とその方に対するチャネルメッセージを書き下ろすという作業をしておりまして、ですよね。いや、これが本当 ねちょっと奥さんものすごい数なのよ、ちょっと奥さん、ね、あ、ちゃんと本当に、いや、びっくりしちゃったですね。本当びっくりしちゃった。いや、ちゃんと在庫っていうか、まあ、用意はしてたんですけど、はい、まあ、もう少しちょっとこう注文のあれもばらけるかなとは。そうそう、まあなんとなくね、うん、なんとなく自分の中では、あ、まあ大体これぐらいかな、10月だったらみたいな、こうそういう一応予測をしてたのが、本当にバタバタって来てね、いや、もうおかげさまでありがとうございますなんですけども、うん、まあ、先週もう一回ね、はい、打ち切っちゃったんですよ、はいはいはい、でやっぱりその手帳なので、うん、なかなかこう増刷っていうわけにもいかないので、だって手帳売れるのこれからの話だから ね今の時点で増刷とか まずないんですよ、うん、で手帳ってやっぱり結構ね、2月ぐらいまで置いてあるの、店頭に。2月で3月4月始まりの、まあ、手帳があるじゃん、ね、はい、だからそれと入れ替わるみたいな感じで、それで初めてこう戻ってくるわけですよ、テントからね、置いてたやつが、うんうん、でその時に初めて実売みたいなのが分かるから。なるほど、うん、だから実際にどんだけ売れてるのかっていうのも、うん、その来年のまあ3月ぐらいにならないと分かんないよね。でそれを見て、まあ、出版社さんは来年またやるかやらないかとかいうのをこうチェック考えるわけで、はいはいはい、だからそういう意味で考えると、もう今の時点でなんか足りないからちょっと吸ってくださいっていうのはもう無理なのね、現実的な話として。でしかも今から配り出すのにちょっとそっちから全部持ってこいっていうのも、これはもうかなり難しい話なので、うんうんうん、まあ、一応ちょっとね、出版社さんとはこう掛け合ってるんですけども、そういう事情があるんで、本当になんか早い段階で、まあ、亡くなっちゃったんで、えぇ、ー、みたいな風に思われる方もいらっしゃると思うんだけど、本当にこればっかりはね、ごめんなさい、どうしようもないのでね、はい、それでまあじゃあなんか店頭で買って持ってったらいいですかとか、いや、ごめんなさい、そう、またそういう問題ではないのよって感じなんで ね、これは動画と手帳がもうセットなので、ごめんなさい、どっちかだけっていう販売はできないのでね、だからそこはちょっとぜひご理解いただければと思うんですけど、はい、まあ、今ちょっとね、集めるの努力してますからね、はい、ひょっとしたらって言ってもいいのかな。そうね、まあもうちょっとだけはいけそうな感じではありますのでね、はいはい、ちょっとそれはぜひ楽しみにしていただいて、うん、ね、なんか、うん、店頭で買おうかどうしようかって悩んでる方は、ね、ちょっと待っていただくと、うん、多分いけると思います、少しぐらいはっていう感じです。はいはい、まあ、またそういったお知らせはメルマガとか、ね、ブログ、オフィシャルブログでご案内しますので、はい、ぜひよかったら目にチェックしてみてください。はい、ということで今、はい、本当にもう執筆中といいますか、なのですが、ほら、もう毎回こう毎年チャネリングメッセージで下ろしてくるわけじゃないですか。今年どんな、なんかこうキーワードだったりテーマだったり、わ、なんかこのワードがすごく降りてくるなとか、去年と比べてなんか違うものとかありますか？うんうん、ね、やっぱりね、うん、まあ、一番の違いは去年はね、うん、女神だったんですよ、はい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 、これ推しだったんです、はい、で今年はだからもう女神っていうワードはほぼ出てこないですね。へー、はい、
ほぼ出てこない。女神元年でしたけど、そう、女神の2年目はないですね。もう、うん、あのまあそう、令和2年は女神元年って言ってて、はいはいはい、だから去年の手帳には女神って書いたワードはすごい多かったと思うんですけども、今年はもう出てこないですね。もうね、女神はもう女神としてもすでに覚醒してると思いますので。なるほど、はい、もうあんたもう女神って腹決めたんだったらもうそう次よみたいな。ああのやっぱり多いのは、うん、まあ、来年5変化の年なんで、まあね、あのただの変化じゃなくて葉月光栄的には大変化なんだけども、うん、あのいわゆるそのこうか、まあ、変わるっていうね、うん、そういうワードがすごい多いんだけども、うん、あのね、共通して僕感じるのはね、やっぱりネクストステージです。確実にもう皆さん次のステージって感じ。なるほど、次のステージ、うん、今のステージで変化じゃなく次のステージで変化ってこと、うん、次のステージに変化していく、うん、でその次のステージっていうのがいわゆるアセンションっていうことなんだけども、はいはい、うん、あのこれね、皆さんね、うん、よく聞いてね、うん、次のステージだから、うんうん、まあステージ、うん、まあ、うん、次元と言ってもいいかもしれないけども、はい、次の次元だから、うん、全く今は見えてないかもしれないの。わかる？その、うんうん、今の延長にあるのはね、次のステージとは言わないのよ、うん、なんかあのこう予定でこうなってこうなって、うん、それでこうなるんでしょっていう感じなんだけど、そうじゃないのよ。宇宙から来てるのは、いや、そうじゃないよって感じなの。もう全く違う世界っていうか、うん、まあ分かんない、今まで、分かんない、今まで魚屋さんやってた人が急になんかあの、外資系のビジネスマンになるみたいなちょっとよく分かんないけどとにかくそのなんか全くそれはやったことないとかね、うん、全くそこには縁もゆかりもなかったんだとか、うんうん、あるいは、そういう人とも出会ったこともないんだとか、なんかそれぐらいガラッと変わるよっていうか、変わってもいいよっていうか、そういうメッセージがすごい降りてくるんですよ。うん、だからあの、まあ、あのね、これからその手帳が届くと思うけども、はい、届いた方もその今の僕のお話、うん、あの次のステージっていうのは、うん、なんかあの次の階段一つ上がるっていうレベルじゃないのよ、うん、いやそれも、まあ、もちろん個人によって、まあ、それぞれ違うっちゃ違うんだけども、あのもう本当になんか3階から4階に行くとかいうぐらいの感じで、はい、もうなんか住んでる人たちも全然変わっちゃったよとかね、はいはいはい、うん、それぐらいの変化なんですよ。なるほどね、それがすごいきますね。だからそれをどうやってこの方用に表現すればいいかっていうのはすごい考えちゃう。いやだってそのそんな長い文じゃない、短いじゃないですか2行しか書けないから ね基本的に。でやっぱ手元に届いた人はなんで私にこのメッセージなんだろうって聞きたい、みんなそう思うよね、みんなそう思うよね、思うよね、でももうそう来たからそうなんだもんっていうとこですもんね、うん、だからこれも前言ったかもしれないけど、うんうんうん、その僕の降りてくるっていうのはそのなんだろう、今言ったみたいに、うん、あもうこの人次のステージだなっていうようなことがもう降りてくるわけね、はい、でそれをあ次のステージですねっていうふうに書く場合もあるし、はい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 、それを、うん、大丈夫、勇気を出して飛んでごらんみたいな風に書く場合もあるし、あ同じあのなんかイントネーションなんかカテゴリーじゃないけども、うん、言い回しはちょっと変わるって感じですね。そうですそうです、同じネクストステージも、そう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 、うん、だからもうそうなんだけども、あこの人にはこう言った方がもっと分かりやすいんじゃないかなとか、それはやっぱりこう葉月光栄が考えるんですよ。わ、うん、かる、降りてくるのは宇宙から降りてくるんだけども、あ和訳するんですね。そう、文章を翻訳するのは葉月光栄さんだから、うん、はい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 、葉月光栄さんの腕もすごい大事になるわけ、ね、アピってますけどあのそれはね、うんうん、あの僕がそういうタイプだから、はいはい、あのそのまんま直結する人もいるわけよ、うん、ただこの手帳に書くっていう作業を考えると直結だけじゃね、うん、どこまで伝わるんだろうと、うん、あのいろんなそういういわゆるチャンネラーさん僕もたくさん見てきたけど、それこそなんか K
決断みたいなね、なんか二文字とかえ何をみたいな、そういう人もいるじゃん、はい、でもっと長い文章で出てくる人も当然いらっしゃるしね、うん、基本ダウンロードしたら長いのよ、情報量としては。だからそれをこういかになんか短くその人に刺さるようにっていうのは、まあ、僕は翻訳してますって。ですよね、はい、それを数書くっていや結構正直準備も大変なんですけども、はい、その書くまでの、だからそれをねお一人でそれだってもう変われないですからね、葉月光栄直筆メッセージだから ね変わってやれないので、うん、なんとももうね、うん、そんな言葉を用意することもできないですしいやでもそういう感じで本当にダイレクトに書いてるってことはぜひなんかちょっと皆さんお伝えしたいし分かってほしいなっていうのもありますね、はい、ねえ、うんうん、そう結構ね葉月光栄ね、うん、頑張っそう頑張ってますねだいぶ頑張ってると思いますね、はい、ぜひ皆さん画面でもこうでもなんか頑張ってやってくださいよね、はいはい、もうちょっと届くまでねお待ちいただければと思います、ね、はい、届きますが、はい、まあ、こんな感じで10月は、まあ、手帳にねすごくハマっておりますので、はい、届く方は楽しみに、またね今回見逃した方はまたね、来年あったらねっていう感じですけども、はいはい、まあ、ネクストチャンスがね今年もまだあるかもしれませんので、そうですね、はい、ぜひぜひゲット、ね、ネクストチャンス、もう多分本当にネクストチャンスって言っても数はものすごい限られちゃうから、うん、あっという間になくなっちゃうんじゃないかなと思いますけども、うんうん、もう本当になんかもうこうなんか早押しやっていただけピポンみたいなやっていただければと思います、はい、はい、ということで今日はこの辺で、はい、どうもありがとうございました。